続いては尾竹紳士講演録毎週水曜日北太郎教授です。はいこんにちは。こんにちは。今すごいなあのペッパーミルあのパフォーマンスはいはい WBC、うんうん、どうもあれいやわかんないあれなんで始まったのそれはねヌートバヌートバヌートバがどうしたのなんなんであれペッパーミルは見たことある、うん、そのパフォーマンスはあるよテイクあの 塩、なんか、に、あれだろ。塩だ、胡椒。ペッパーだ。まあ、ペッパーだから胡椒か。胡椒。どうも、あれ、かっこよくないんだけど。ど、なんか。なんか、こう、喜びの表現としては。ちまちましてる。ちまちましてる感じ、するんだけど。あれ、なんか。胡椒、な、あれ、どこに巻いてんの、あれ。 知らないから。え、だ、だ、なんであれ始まったの？それはね、調べた。なんだ、なんで始まったんだあれ？これはね、あの、we are grinding っていうね、英語でね、グラインドっていうのはね、あの、この、この we are grinding っていうのは身を粉にする、コツコツ粘り強くっていう意味なのらしいんだけど、その grind っていうのはあの引く 粉にするっってて意味があカージナルスの捕手の、ねうんうん、人がね、うん、あとりあえずみんな不調の時、うん、あの鼓舞した言葉で,、うん、でグラインドだけ取って胡椒を引くそのパフォーマンスが生まれます。る身を っってていうのが元になグラインドっていう言葉の意味は「引く」とは「こな」にするっていう意味なんだねそもそもね。で「ウィア・グラインディング」はれで我々はコツコツ粘り強くやろうよっていう意味でそれは分かるけどなんでそれはんかだからねそれはあれだもう絶えずコツコツやろうって言うんだよ。 ホームで打った時もやるじゃん。だから、あれはね、グランドに胡椒を巻いて、相手にくしゃみをね。うんうん、させるっていう、いや、お前の勝手な解釈だろう。<laughs> <laughs> 胡椒でくしゃみって、久々のネタです、ね。うんはい、胡椒。なんか、でも、どっかベネデゼ、ベネズエラだっけ、どっかの国は。ホームで打って帰ってくると。うん、なんかデビタスコーヒーみたいなのを。うん、取って、うん、ん飲ん、で、置いて、天を指すみたいなのやってたよ。 パフォーマンスでです。パフォーマンスで、パフォーマンスで。イギリスみたいです。多分ティーですね。イギリスなら。イギリスみたい。イギリスはだからあれホームランって書いてたときかい。なんかちっちゃいの飲んで置いて手を刺すみたいなのやってたよ。ええ、それっぽいですね本当に。ティー、ティータイムがあるんですね。ティータイム。あ、そう。でもいずれにしろ。 もうちょっとなんか豪快に大空に羽ばたくようなパフォーをだからあのお相撲の塩まポーズなんか、うん、俺はいいと思うんだよ、うん、パーンと空に向かってああそうかまあ日本のなんか、ね、だからこしょうにたい対抗して塩、うんうん、なんでこしに対抗するのだからペッパーに対抗してる <laughs> だからなんで対抗するのソルトだ いやだから対抗する理由なそかないよその国がやってんだらそれに対抗して塩まくんだけど日本がやってるんでしょ対抗する理由がないしまあないんだけど誰かやってほしいよなそういうのんかでもパフォーマンスって面白いな考えてやるみんな思ってるじゃんそれぞれあね要はホームラン打ったらね山川先生「ドスコーイ!」って言ってたんです あれ塩まあこのグラングランドから来てるってことは調べたグランディングっていうのウェアグランディングっていう言葉をウェアグランディングでもグランドっていうのは引くとかそういうのを言ってましたそれでこしのあの流れでね流れ流れなってこしのね流れがあるのこしってさ 胡椒はもう相当価値あるもんだったのはみんな知ってるよね。はい、ね、うんうん、あれはローマ時代なんかはね、胡椒と胡椒の重さとは、はもうんうん、金と同価値だあ、そんなに高かったの。そう、金だよ。<ー>胡椒が。ええー、まあ、でもそれがあのヨーロッパに広まっていったんでしょうだインドからね。インドから。うん、うん、インド原産で。うん なんかトルコみたいなのを渡って陸路を拝察してそのトルコ人がちょっと値を上げたりして途中でなんんで値を上げたりして <laughs> 意味わかんねえよ <laughs> 人が入ると一回誰かが入るとどんどん物って値段を上げて上がっていくじゃないのあの間に人が入ると仲買い人が卸ろしから仲買い人がいて,、うん、ていうそれで誰が値を上げたんだよ だからトルコとか、あのイスタンブルとか、<laughs> <段>あの人。ね、値段を上げたってこと、ね。ね、値段を上げた、ね。値段を,を上げた <laughs> そ<う>。値段を上げたのね。諦めたってことじゃないですよ。俺は本人今値を上げたって言うから。<laughs> <laughs> だ,っだからなんで値を上げるのか理由が分かんない値段,値段を上げたの <laughs> 中人が、ね、それで高くなっていったのね、まあ、運ぶの大変だったし、まあ、量も少なかったしそれで。うん 大航海時代っていうのがあって陸路を使わずに海からインドに行って直接胡椒を買おうおなるほどそれが大航海時代ねまあそうそうらしいんだよ、うん、胡椒なんだよみんな今はね、うん、胡椒どこの国でも作るようになっちゃって値が下がっちゃってるね、うん、あそう、うん、胡椒好きあんまり好きじゃないんだ俺俺も。ああのというか、うん 胡椒って個性が強いから、うん、何かにラーメンでもかけると。うんうん、胡椒の味しかしなくなっちゃうんだよ。でもまあ、そ、それも言えるけど、うん、胡椒ってかけると、うん、やっぱしあの胡椒が効くんだよね。あれ結構。効く,くから。かね、だから、ビシッて胡椒が来るんだよね。そう,よねそうすると、か、こんなにビシッて来なくてもいいのになって、ちょっと思う、ねで。胡椒がね。うんうん なんでそんなにねスパイスなのに価値があったのかっていうとねこれは俺ちょっと目から鱗だったね腐らないためなんで知ってんだよパパそういうことなんだよお前俺がしゃべろうとしてんだろいやいやだってんで目かそんなそんなの当たり前の話だ常識だよいや肉はね 冷蔵庫ないじゃないロン時代とかあの辺の中世だからねだから最初は塩だったんだろそう塩で臭いんだよそれ塩だけだと味も濃くなっちゃうし臭いし匂いも取るし保存にもいいっていうことでこれ胡椒はすごいいうことになるただのスパイスラーメンにかけるためにこうお前だけだよラーメンにかけて食ってるのは。 恋に故障は合わないっていうのは知ってる？知らない。それが、それは知らない。恋に故熊に山椒恋に故障っていう言葉がある。これ、その恋って何？池の恋？何の恋？池の恋だよ。池の恋に恋食べるじゃない？え？池？池の恋なん？池の恋だよ。熊に熊に何度？熊に三章。これは三章。あのあれ昔からある言葉だって言ってた立花が。 知らないよ。俺も知らないって。え、ケトルク知ってる？いや知らないです。初めて。熊熊に三章知らない。知らないって。鯉に五章は知らない。知らないよね。知らないよ。常識だって言われちゃって。立場ない。立場ない。田舎もんだからね。田舎の方で言うんじゃない。一が。だってえ、熊肉ってこと？そうそうそう。で、鯉はあの東北の方ではもう。 やっぱ小い国とか出てくるでしょ。熊、まあ、よく食べます、ね。まあ長野とかね。そう,そうそう。あっちの方はね小い国とかね、うん。これは合わないらしいね、うん。えー、やっと熊に交渉はどうして合わないの？知らないよなの。昔から言われてることなのね。<laughs> 言われてることってちょっと理由ぐらい聞いてこいよお前。なんで？何マに三勝？熊の肉？そうじゃないクマなんね。熊になんで三勝なんだ？三勝なんで？あ熊が嫌いなの？だ誰が嫌いなの？取り合わせだよ。 熊に酸素かけちゃダメだっていうことだよ。ね？そうじゃないよ。熊に酸素かけちゃダメじゃないだろ。取り合わせがいやそういう言葉があるんだもんだ。いやいや熊熊はだから酸素が嫌いだっていう意味でしょ？違うの？ ちょっと調べて食べ合わせが悪い同時に食べてはいけないんだ梅干しとなんとかとかいうじゃないかうなぎに梅干しどっちみち熊に3種かけちゃダメとは違うじゃないかそれはだからダメなんだ取り合えが悪いんだ3種かけちゃダメだ梅干しとうなぎ一緒に食べちゃダメみたいなもんで大丈夫らしいあれ意外と大丈夫天ぷらスイカは意外と大丈夫意外と大丈夫もす 大丈夫そうと思うけどな。まあね警戒はするけどね。うん、はい。それでね、うんうん、あの胡椒、はい、ブラックペッパーとかホワイトペッパーとかあるでしょ。はいはい、これ木の木の種類が違うかと思うでしょ。一緒なんだ。一緒なんだ。うん、ちょっと驚いた。ブラックペッパーをするのは未熟な実を乾燥させる。うんうん、でホワイトペッパーになると完熟な実を の外側を向いて、うん、で同じ木から全部入えてる。ホワイトペッパーのが高いのそれじあちょっと高いですね。ホワイトペッパーのが、うん、高いんじゃない？手間暇かかる。いや知らない。皮剥かなきゃいけないから。え？皮剥かなきゃいけないから手間暇かかるんだよ。ちょっと高い。ちょっとちょちょっと高いんだよ。勝手に皮落ちるんじゃないの？違う、ね、違うん。むくんだよ。ちゃんと水につけて。 なんかでもコショウはピンキリですよね。やっぱ塩と一緒で、あ、そう。うん、高いコショウってなんでこんなにっていうのはありますよ。やっぱ味違うの。違うって信じたい。まあでもね高いコショウもありそうだよ。でも塩もそうじゃないですか。お塩とか。あ、塩もな。はい。でもそうピンク色のやつとか、ピンクあんえんとか。 でも日本にね入ってきたのはもう奈良時代やんだからそんな昔に入ってたの、えー、そう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 がそうそうもうだって向こうなんて紀元前からかけてそういう知恵があったんだよ日本は山椒とわさびでやってきたんじゃないのそうなんだ胡椒っていう文化なかったんだよね絶対に絶対に今奈良時代だって肉くはないからいいんだよ日本人は魚だから胡椒いらないもんだから魚胡椒あんまりかけないなだから、うん だから肉食の人が胡椒なんだねやっぱねだって肉食ってなかったら日本人はほとんど知らないけど知らないの肉食ったらもう死刑みたいなもんぐらいのあったんだよオーバーなこと言うまあそういう文化は乏しかったよね明治に入ったからですね肉はねそれでね胡椒はねやっぱ漢方みたいな薬みたいな要素もあるよねなるほどうん でちょっと調べてもらったら、うん、風邪ひかないうんそうそう、うん、胡椒はね、うん、どんだけ食べ,食べすぎるとね死んじゃうんだってえ、うんだから食べすぎるとねいやだから毒なのかって毒なんだよある程度なんか吐き気思いを催したりなんかもするじゃんいろいろ胡椒食いすぎてしたことない胡椒食いすぎて。うん いそんなにかけないもんこしょうなんてであとこしの致死量はね間違って蓋取っちゃった時にかけるとザーって食えなくなっちゃった食えなくなっちゃったあるなんで蓋開けちゃうんだろうなあれ致死量椒のょうの致死量1 0ム小さじ129杯だったハ 相当なんもうちょっと数えやすい数字じゃん。グラムで言って欲しった小さじ129杯ってこれ書いてあるんだけど <laughs>、うん、確かめた人いんのかな 100, 100杯まではまだ大丈夫だって129杯目に「あ死んだ!」調べたのかね。まあ、んなんか分かんないけどまあたくさん取っちゃダメっていう意味合いが強いだろうけどねそうですね<ー>夏はねはは小杯でね。うん ケレンもよそらしいよ。夏目が夏目がなんかそんなに大した味しねえじゃないあれ。するよ。そう。もうの胡椒よりずすごい感じだよえ、そう。ちょっと舐めるとね。かけるとね。うん。わ、うん、かんなくなっちゃう場合あるけどる。舐めたの？どんな味かなと思って。<laughs> 舐めるより知識になっちゃうよお前。舐めた。あ、そうだな。えー、夏目なんか使わないだろうお前。 いやいや、俺はもうあの料理人だから。使う。炒めしイタリア料理なんか。そうだよな。ちょっとナツあれはちょっと家庭に一つあるとおしゃれな感じですね。夏ツぐって。でも一、ね、瓶で15年ぐらい置いたあ、ね、全然使わない。歴史ができちゃう。使っだけ使っただけだ1回使ったぐらいだね。まあ, <laughs> まあそんな感じで。マラッチしていいの海椒。今日は <laughs> いいじゃんもう胡椒のまえ。ね いい話が聞くお前知ってたもんだって,ってかかっさあここでお時間です知ってたじゃんまた来週もよろしくお願いしますし明日のこの時間は新聞記者餅月そこさん登場ですお知らせの後は交通情報です